法輪神学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今回は数学のチャートが終わった後、何をするべきか、はい、話していきたいと思います。はい、いろいろ参考書あるかなと思うんですよね。うん、そうだね。何じゃなきゃいけないっていうのは別にないかなと思ってて。まあ、そうだね。その人の残り期間とか、レベル感とか目標とかに応じて選んでいければいいかなっていうふうに思ってます。うんうん、順番に紹介していきますか。まず、1対1ですね、うん。これはすごい王道ですよね。本当の王道はそうだね。チャート終わったから1対1だね。うん。1対1はどんな特徴があると思います？ 1 対1はテーマみたいなものが問題の下によくまとまってます。うん、そこを本当は理解しておいてほしいなっていう感じですね。すごく数学が得意な人とかは、チャートと1対1の違いが分かんなかったりとかするのは、それはその人のポイントの抽出能力がすごい高いからであって、大体の人はやっぱ1対1なんだかんだやった方がいいかなとは思いますね。チャートだけでそのポイントを見抜くって難しいですもんね。難しいですね。平面の式とか命題の逆裏対偶とかいろんなことがポイントとして書いてあるんで、そこを読んでこういうことだよねって理解してるかどうかは確認してほしいなとは思いますね。いろいろエッセンスが詰まってるもんですね。ただ結構自分で読み解くのは意外と難しいって感じですね。あとはちょっと時間もかかりますよね。そうだね。数冊までやるなら6冊ありますし、うん、あと下の練習題は難しい問題集でスターエンっていう本があるんですけど、そのレベルのやつなんで、スターエンとかやるしみたいな人は別類で飛ばしていいかなと思います、ね。うん。時間ある人とかは1対1はすごいおすすめです。うん、あとは、プラチカ。プラチカも結構有名ですよね。プラチカ有名だね。うん、一点補足しとかないといけないのは、理系プラチカと文系プラチカはちょっと違うよってことですね。あ、そうだね。意外と結構中身違うね、うん。はい。理系プラチカの方がチャートのステップアップとしては適してますね。文系プラチカも悪い参考書では全くないですけど、結構難しい問題が揃ってますんで、チャートの次にやろうぐらいのテンションだとやられてしまいますよね。そうだね。うん。理系プラチカの特徴は、1対1とかに比べて問題数がギュッとまとまってますね。150問ぐらいなんで、うん、まずまとまってるっていうのと、国立向けなのかな？あ、そうだね。テーマが背景にある問題は多いね。うん。1対1よりは、プラチカの方がチャートと被ってる部分が多いですかね。キーチャートとか、やった人とかのいいアウトプットの練習になるような問題が半分ぐらい入ってるんで、キーチャートをやって、まだ解法を覚えてるうちにより定着させようというふうに適してる本とは言えますね。うん。数列とか一部分野だけめちゃくちゃ難しいとかありますけど、基本的にはチャートのものをアウトプットするのに適してます。はい。はい。理系プラチカ 1A2B あるんですけど、数算めちゃくちゃ難しいですよ、実は。うん、なので、理系でチャートの次にうまくアウトプットしたいなっていう人は、厳選理系262。これは結構同じ立ち位置としておすすめですね。おー、なるほど。同じ河合出版なんですけど、半分ぐらいはチャートレベルでアウトプットできるかなって思うので、数算もそうなんですよ。チャートと結構被ってたりします。イメージ理系プラチカ 1A2B に理系プラチカの数算がすごい難しいから難易度下げたものをまとめたよっていうのがこれです。特に理系の人なんかは1対1をやる時間がないよとかっていう人はこっちでやってみるっていうのは全然ありだと思います。いや、いい本ですね、これ本当に。あとはちょっと上級者向けって感じですかね。そうですね。上級問題成功とか人気ですけど、チャートよりかは数段上なんで、チャートの次にやる問題集ではないかな。もちろん、小枠とかは、チャートの次にする問題集ではありません。違いますね。なので、基本的には、チャートの後っていうのは1対1。うん、時間がある人は、ここがおすすめですかね。悩まず1対1かプラチカかやっとけばいいんじゃん。うん、そうですね。理系だったら、プラチカ数算難しいんで、厳選262でもいいかなっていう感じですか。うん、チャートが終わって、次のステップアップを目指している、高1高2生とかですかね。うん、まあ、高3生もか。は、ぜひ参考にしてみてください。ドン、うん。